こんにちはいつも聞いていただいている方どうもありがとうございます今回が初めての方はよろしくお願いします田田翼です今日は何の話かというとモチベーションですでモチベーションの、えー、源泉が2つま大きくあるよという話と,、えー、っとそれとまもう少し、えー、っと動機とかモチベーションについてこう掘り下げをしていきたいと思っていますそれでは最後まで ぜひおおきくくださいいいよろしくお願いし願ますはい、今回のテーマはモチベーションですねで皆さんはこうご自身のモチベーションにはどういったものを持っていらっしゃるでしょうか、まあ、いろいろ人それぞれあると思いますし、まあ、自分はこういうことを目指してあるいはこういうことが言われたりこう提示されるとモチベーションだとかやる気が湧くというのはあの様々あるかと思います。 で今日まずご紹介したいのはでですねある本というのは「えー、とイノベーション・オブ・ライフ」という本で、えー、クリステンセンの本です。皆さん、クリステンセンはご存知でしょうかあの有名な理論、えー、ビジネスの理論でいうと,、えー、とイノベーションのジレンマを提唱したことでも知られています。まあ、そんな、えー、クリステンセンが書いた「まあ、イノベーション・オブ・ライフ」という本があって でこの本には、えー、モチベーションには2つの要因があるというふうに書かれているんですねで2つの要因は何かというと,、うん、と衛生要因と動機づけ要因という、えー、名前になりますでそれぞれじゃあ衛生要因と動機づけ要因は何かというとまず衛生要因ですがこれは、うん、となくなってしまえば欠、まあ、けてしまうと不安につながるものですで具体的に何かというと、うん、肩書き報酬あとは食の安定性 えっと、上司とか同僚との人間関係あとは作業条件などですねでこうした、うん、とな,なくなってしまうもの悪化してしまうとすぐに不満につながるものなんだけれども一方で一定以上になるとそれほどこう高い満足感にはつながらないというのが特徴です。でそこがこの衛生要因という衛生ですね。あの えと衛星の A は、えーと、護衛の A の A なんですけれども、えー、と衛生状態、健康とかの衛星状態で衛星ですね。でこれは、えーと、なぜこういう名前をついているかというと、まあ、衛星状位が悪ければ、人は健康を害するんだけれども、えー、と衛星状態が良、えー、くなっても、えーと、健康を増進されるわけではないということから、まあ、この呼び名になっています。 でもう一つ、えー、動機づけ要因ですね。でこれは、えー、と心から深く満足させる仕事への愛情を生み出す要因なんですで例えば何があるかというと,、えー、と仕事へのやりがいだとか、えー、他者からの評価責任あとは自己実現とか成長あと有意義なこう貢献ができているという実感ですねこれらはの特徴というのは、うん、と外部から自分への働きかけとか刺激とは というよりも自分自身の内側から内面から出てくる生まれてくるような動機づけがこの動機づけ要因になります。で衛生要因と動機づけ要因を比べると端的に言うと衛生要因というのはマイナスのものからゼロに向かっていくもの一方の動機づけ要因はプラスに向かっていくという違いがあるなと思います。 私が興味深いいいとととと思っったののはは肩書か衛衛うに入っていることなんですね、まあ、つまり、えっと、一定程度あの満足のいくあるいはこうレベルを超えると、まあ、それまでとそ,それ以降に比べてそれ以降というのは、えっと、満足度というのは必ずしも高まらないと言われているものになりますあのよく言われるのはこう年収が一定ラインを超えると幸福度はそれほど高まらないというのにもつながるかなと思っています はいえー、ここまで、えー、とモチベーションの要因というのは何があるかというのをイノベーション・オブ・ライフに書かれていた2つからご紹介しました衛生要因と、えー、動機づけ要因ですねで後半では、えー、とこの2つからもう少しこう何を考えさせられたかというのを、えー、掘り下げて皆さんと共有をしていきたいと思います、はい、でこの2つですね衛生要因と、えー、動機づけ要因から考えさせられたのは えと一つはこう衛生要因ばかかり追いいいい求めていないかというものですで二つ目というのは、うん、と自分にとってじゃあ動機づけ要因ですね保護者の方のよりこう、えー、と内側からにじみ出てくる生まれてくるような動機づけ要因は何かというのをこう言葉にできているか、まあ、整理できているかというのが、えー、と二つ目に考えたことでしたで順番に、えー、ともう少し。 遅くご説明をすると一つ目の思った衛生要因を追いいい求めていないかですねで衛生要因というのは何だったかというと,、うん、と年収とか、まあ、肩書きあとは人間関係とか、まあ、職場の環境こうした、うん、と特にこう年収とか肩書きというのはもう分かりやすい動機なんだけれども一方でこればかりを追い求めていないかと。 自分の中だけの満足ではなくて、まあ、他人と比較して、えっと、それをやる気だとかモチベーションにつなげていないかというものなんですね。で、えっと、衛生要因で特徴だったのは、うん、と不満の解消にはもちろんなるんだけれども一定水準を超えると、まあ、高い満足にはつながらないのでどこかで衛生、えっと、要因だけではなくてこう動機づけ要因というのがよりこう高く高みを目指すためには重要になるなと思いました。 はいでえっと、2つ目に思ったことですねこれは、うん、自分にとって、えー、皆さんご自身にとってじゃあ動機づけ要因は何かという問いですで動機づけ要因は具体的に何だったかというと仕事へのやりがいだとか、えー、自己成長自己実現相手への貢献えこうした、うん、とよりこううんとまあ成人的なものですよね内側からこう出てくるものでこうした うんと中でじゃあ自分にとってどれが本当に動機づけ要因になっているかというのは、うん、と自分自身の理解にもそうだしこう言語化できて少なくともこう人から求められれば説明できるぐらいあの、まあ、磨いて言葉として磨いておきたいなと思いましたでこれってつまり日頃から取り組んでいらっしゃる、えー、皆さんご自身の。 仕事にどういうやりがいを感じているのかというのを、まあ、自分自身で言葉にしておくということに他ならないんですよね。で、まあ、それがこう理解できているかどうかで、うん、と満足度もきっと違ってきますしうんと例えばじゃあ新しい挑戦をするだとか新しい仕事に取り組む場合に自分はそれを本当にやった方がいいのかやりたいと思えるかというのにつながってくると思ったので。 改めてこう自分にとっての動機づけ要因は何かというのは理解しておきたいなと思いました。はいえー、というわけでそろそろろクロージングです今回の内容はモチベーションの要因ですね2つご紹介して衛生要要因因と動機づけ要因でしたで簡単に振り返っておくと,、えー、と衛生要因というのはなくなってしまうと不満につながるものですね。具体的には肩書きとか報酬 人間上司との関係だとか、まあ、働く環境でこれは、えっと、衛生状態というのは悪ければ人は健康を害するんだけれども衛生状態がある程度良くなると、まあ、それ以上はこう健康を増進することにはつながらないのではというところからのものでしたで一方の動機づけ要因はこう内側から生み出される要因ですね仕事へのやりがいだとか責任自己成長こう貢献している実感 まあこうしたえっ、ー、とよりこう、うん、精神的なものこう自己満足あるいは他者への貢献につながるのが動機づけ要因でしたはいえ今回も貴重なお時間を使って最後まで聞いていただいてありがとうございましたえ内容はいかがだったでしょうかえこのチャンネルでは毎日配信をしているので明日もえ次回も聞いてみてください。 よければぜひチャンネル登録をしてフォローしていただけると次回の更新も見逃すことがなくなりますそれでは今日も素敵な一日をお過ごしください